小島新殿駅は神奈川県川崎市川崎区田町2丁目にある京浜急行電鉄大支線の駅、同線の終点である。神奈川県の最東端に位置する駅である。駅番号は KK26。この地域はかつて多摩川の河口で江戸時代後期に小島六郎左衛門と池上七左衛門が干拓し新殿開発を行った。 その後に北側を小島神殿、南側を北池上神殿と呼んだことに由来する。周辺の地主にはその子孫の小島製が多い。島式ホーム一面二線を有する地上駅。1964年に移設されて以来、当駅構内のみ単線となっていたが、2010年3月ホームを正方に40メートル移設して一面に線化された。用地の一部に、 味の素工場側線跡地を使用している。2019年度の1日平均乗降人員は22,743人であり、京急線全72駅中29位、大市線の中で一番乗降客が多い。これは当駅に付近の工場などへ向かう従業員の送迎バスが発着するためである。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、 下記の通り。なお、川崎市統計所と神奈川県県西洋欄の数値が多少異なっていることに留意されたい。隣接する川崎貨物駅構内をオーバークロスする古仙境、五福島古仙境はロケ撮影地として有名である。駅前への路線バスの乗り入れはない。最寄りのバス停は国道409号上の殿町小学校前で北方へ徒歩5分ほど。 川崎駅と東方の都の町、浮島町方面を結ぶ路線が運行されている。詳細は川崎鶴見臨行バスを参照。ありがとうございます。